波ゴ第百六106潜水艦は、日本海軍の潜水艦、波101型潜水艦の6番艦、太平洋戦争を生き延び、戦後海没処分された。マル計画の輸送潜水艦小型、第4601号艦型の6番艦、歌唱艦名第4606号艦として計画。百四十四年七月一日、三菱重工業神戸造船所で、 建造番号750番線として、火唱艦名第4604号艦と同時に、起航。8月25日、波号第106潜水艦と命名されて、波101型潜水艦の6番艦に定められ、本席を、クレチンジュフと仮定。10月21日、偽装院事務所を、三菱神戸造船所内に設置し事務を開始。30日、浸水。 12月15日竣工し、偽装員事務所を撤去。本席を、クレチンジュフに定められ、第6艦隊第11潜水船隊に編入。同日、イオナダへ向け神戸発。17日から、イオナダで訓練に従事。30日、海上護衛装司令部作戦指揮下に編入され、軍隊区分海上護衛装司令部部隊に配置。1945年3月5日。 軍隊区分第一機動基地航空部隊指揮下に編入。9日、第2次探索船支援のため鹿児島を出撃し、南大東島へ向かう。南大東島へ向け航行中の10日、五潜水船隊第33潜水隊に編入。11日南大東島に到着し、南大島島沖で不時着機搭乗員の収容任務に10時。12日、 アメリカ軍機の爆撃を受けるが、被害なし。14日、鹿児島に帰島。16日、クレへ開港。17日、第一機動基地航空部隊指揮を解かれる。21日、クレー機。クレーに到着後は、電波探知機の設置など、戦備作業を実施。4月1日、広島湾で、はかりと麦試験を実施。19日、クレー海軍交渉。 第二選挙に入居し、センダの面積拡大やバラスト積載など、訓練所工事を実施。以後、第33潜水隊で訓練に従事。終戦時は、クレに所在。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍。1946年4月1日、五島列島、機内島沖で、アメリカ海軍により海没処分された。岡北明星隊員 1944年11月6日から1944年12月15日、岡北名称対、1944年12月15日から1945年4月20日、立山隆史対、1945年4月20日から1945年11月29日。ありがとうございます。